はい、皆さんこんにちは、村長です。8月の20日でしたでしょうか。僕の大好きなユージャムというソフトメーカーからビートメーカーシリーズとしてハイプという EDM に特化したような音源が出ました。 EDM というのはエレクトロニックダンスミュージックの略です。画面にあるようになんとなくかっこいいようなそんなインターフェースです。どんな音が鳴るかちょっとキーボードを弾きながら鳴らしてみます。このようにキーボードに割り当てられた EDM のフレーズを指一本で鳴らすことができます。もう一度ミの音を押してみます。こんな感じですね。自分でこれはいいなと思ったらスタジオ1、いわゆる DAW にドラッグドロップするだけで入力できます。ちょっとやってみましょう。ミの音の上側、今緑色に光ってますが、それをずっとドラッグするとこのようにトラックに入れることができます。そしてこれを複製します。今8小節分の準備をしてたわけですけれども、これでこのドラムが鳴らせます。ちょっとやってみましょう。こんな感じですね。これはいわゆる組み合わせでいろいろ作っていって、もちろん DJ パフォーマンスのようなこともできるようになっているわけです。今日はこのハイプの発売記念ということもありまして、スタジオ15とユージャムというのは今回とても相性よくソフトウェアが開発されています。このソフトを買うとアンバーと言われるアコースティックギターのソフトが無料でついてくるという、そういうようなキャンペーンをやっていまして、そのアンバーのところも少し解説したいと思います。アンバーを一番上のトラックにセッティングしてあります。画面はこんな感じです。これはまたキーボードをピュッと弾くだけで、このように素敵なストロークフレーズが弾けるような、そんな便利なツールです。ここでキーを波長調で上にですね、CFCGFAmCG7 と、基本的にキーは C ですが、これでこうやってるとですね、ドの音を弾くだけで C が弾けます。 D を弾くと Dmが勝手に弾けます。はい、ミの場合 Em、 そしてファの場合は F。便利ですね。別に音を3つ弾かなくても和音が鳴ると、そんな便利になっています。このアンバーの一般的な使い方はペイントツールでまず1小節の枠を作ります。これに対してコードを入れてみます。今この画面のところの階段のようなツール、これがステップ録音というツールです。そしてここで音符を選択することができます。1小節分入れたいので全音符を入れるようにしておきます。そして先頭に戻しまして、上と下がシンクロするようにこのボタンを押しておきます。そしてちょっと、もうちょっと1小節を大きく拡大しておきますね。そしてドミソの和音を弾きます。はい、今ドミソの和音を弾きました。そうするとこのように入力ができます。あとで G7 というのが出てきます。この G7 は4つの音で構成されますので、そのことを考慮しまして、本当はドミソドと入れたかったんですが、入れれてないので1個分だけ入力します。
ドミソドとこうなりました。今 C の5という高さのところに入りました。アンバーは C の4からここの上のミの第6オクターブですね、そこまでに1を入れるという約束になっております。そしてこのドミソドを弾けたらそれを複製します。複製するだけでどうしてこんな風に和音が追従したのでしょうか。画面左の方に今コードに従うがパラレルとなっているからです。これをオフにします。そうするとまた C ばっかりに戻りました。もう一度パラレルにしておきます。今確認しましたら G7 のところに本来 F の音があったらいいんですけれども、それがないですのでここに F を一つ足しておきます。はい、じゃあこれでどんな感じにストロークができるか確かめてみましょう。はい、こんな感じに C の和音を一つ入れて複製しただけでこのようなフレーズが弾けるようになります。そしてフレーズは約1000ぐらいのパターンがありまして、これも選ぶだけで入力できます。今選んでる1オクターブ分はスタイルフレーズと言いまして、この画面上部のスタイルを選ぶことでいろんなパターンができます。選んでみましょう。じゃあこんな感じでいいかなと思いましたら、先ほどのハイプと一緒に合わせて聞いてみましょう。すぐにアレンジが構成されていきます。そして僕も随分長くこのユージャムを大好きと言いながら最近初めて気がついたことがあります。それは今映っているキーボードのこれの場合はこの1個の中でできるんですが、左右につまみを動かすと半音ずつピッチを動かせます。そして上下に動かすとモジュレーションといって、通常はビブラートがかかったりとかそういう形で調整できるこういうノブがあるんですけれども、このノブを上げることによってこの弾いているパターンにブリッジミュート、チャン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 、チャカ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 、こういうような音を追加できるということになります。少し聞いてみてください。こんな風にですね、いわゆるカッティング的な音を鳴らすことができるんですね。最近になって初めて気がつきましたが、これができるとすごく音楽に幅ができます。そしてこれはですね、記録することができます。画面のところに今
こうキースイッチ、モジュレーション、こういう風なのがありますけれども、モジュレーションをレコーディングしてみましょう。ここにレコーディングボタンをつけまして、じゃあやってみます。1小節のプリカウントをしてから始めたいと思います。上のループは外しておきます。はい、こんな感じになります。画面下を見てみてください。このモジュレーションを上げたところがこのようにですね、上に上がっています。このところでモジュレーションが効いているわけです。そしてこうやって録音をしておけば、今度再生をするとこのモジュレーションの値によって音がカッティングミュートされます。はい、どうでしょうか。とっても表現力が増しましたよね。ユージャムのこのギタリストシリーズは、他にもエレキギターとかそういうのがありまして、その中でも VG スパークルというのがあります。これをやろうとした時にもう入力は必要がないです。やってみましょう。この音符をすべて選択しておきます。少し工夫なんですけれども、ここでコードが自動追従になっておりますが、これをこのまま覚えるためにピッチをフリーズというのを選びますと、これ自身を固定することができます。もうここでコードに従うのパラレルをオフにしても全く元に戻らないで、この状態を覚えてくれています。今度はこのスパークルの画面にこれを貼り付けたいと思います。ここにエリアを作っておきまして、先頭に戻ってペースト、そしたらこちらの方に貼り付けができました。ちょっとどんな風になったかソロにして聞いてみましょう。はい、このようにですね、もうすぐに2つのギターが入力できたわけです。そしてこのトラックには、これもユージャム製のギターのエフェクターがあります。ブードゥっていうような変わった名前がついています。これを少しね、いろんな音作りを見てみましょう。もう一度上をループにして鳴らしてみます。はい、こんな感じにですね、ユージャムは音源も作ってますし、このようなエフェクターにも最近力を入れています。次はベースを入れてみましょう。ベースのフレーズも上でエリアを作ります。これも先ほどの和音入力を覚えていますので、これを貼り付けしたいと思います。ベースの場合は C3 からの領域を和音領域としていますので、オクターブ下げます。これでもう
ベースのフレーズができます。ちょっとやってみましょう。ベースだけにしまして。こんな感じにですね、もう和音をコピーするだけでフレーズを考えてくれるということで、これら今まで作った3つの音ですね、この3つの音を同時に鳴らしてみたいと思います。どうでしたでしょうか。このようにユージャムでは本当に簡単にアレンジを追加していくことができます。楽曲のアレンジの基礎作りにはとっても最適なツールと言えるんじゃないでしょうか。今日はユージャムのハイプというダンスミュージックに特化したドラムンベースの音源を紹介するとともに、今までのユージャムのギターとベース、このソフトを少し使いながらアレンジの簡単さを解説してみました。ご視聴ありがとうございました。村長でした。